ほーやほー、ピクニックに来ました。今日はスタバあるけどスタバに行きますね。そう、今日はスタバがあるけど行かないんだ。自分たちでミルでゴリゴリして飲むんだ。あー、いい感じだよ。ほんまや。ここまた来たいな、レッドロブスター。あれ高いで、安くても1万円。そんな高いん？嘘ばっかり。どこで食べる？椅子持ってきたからどこでも座れるで。砂浜んとこ？あのヤシの木んとこいいな。海って感じ。学校サボってんの、あの子らは。ヤシの木の下で。低いとこの方がいいよな、高すぎたら。うん。天気やね。よっしゃ、食べよう。ねえ、お箸忘れてきた。最悪、最悪なんだけど、お箸忘れてきたわ。最悪。手で食べようか。手拭きもあるし。なんかフォークでも何でもあったらよかったのにな。車に乗ってなかったっけ？そんなことある？なんかな、持ってこなと思って忘れとったんや。なんとかなるよね。いやー、まさか忘れてくるなんて思わなかった。俺は1分くらいちょうどいっぱいでね。うん、そう、それでちょうどいっぱい。トトちゃんの人とかモコちゃんの人とか。かわいいでしょ、カルディの肩。うん、そう。このままね、カップルで抱き合ってチュッチュッチューや。うわー、めっちゃいい。映える。ブランチはこんな感じです。適当に朝から、急にしんちゃんがまた行こかって言って言ってくれたから急いで作ったこのベーグルサンドとおかずと、あと足りなかったら困るから、結局なんかコンビニでしんちゃんが夜ついでに買ってきてもらった、私の好きなアメリカンドッグ。じゃあ今からゴリゴリして、あ、これは
パフェラテするときに牛乳いるかなと思って持ってきた。手が疲れるの。お箸あるかな。箸忘れるとかもう最悪なんだけど、作ることになんか真剣になりすぎて、いやお箸持ってこようかなってちゃんと持ってこないとなって思ってたわけなのに忘れんの。もうほんまにアホよね。アホすぎる。神なんだけど一本だけあったみたい。最高。めちゃくちゃ最高。あったん。すごいやん。1膳あるだけでも十分やん。よくあったんだ。どこに？ダッシュボックス？グローブボックスってどこ？それダッシュボックスって言うんじゃない？グローブボックス。そうなんや。うわー最高。やっぱ入れといてよかった。美味しい美味しい。これ何の山？あ、スマの裏。うん、私正月に一人で登って、そう見るのに登ったことはある。スマ裏公園の上やろ。ロープウェイとかもあるとこやんな。そうそれはある。登っても行けるで。普通にちゃんと舗装された道やから車でも上がれる？それは無理か。食べよう。いただきます。あ、嬉しいです気なくしてまうわ。そんなミルク入れる？大丈夫？うん、ミルク多めが好き。カフェラテやもん。これでご飯炊けるの？炊ける。ファンゴやもん。だから泣いてんの？おいしい。さあ、ここに入れて。おいしい。ありがとう、ゴミ袋も。どっか、かけとく？椅子に。この足に引っ掛ける。まあ、いいか。よいしょ。ふふふふ。
にハンバーガーのパテと、とろけるチーズとレタスと目玉、目玉卵、目玉焼き、目玉焼き。うん、うまっ。混ぜてオーロラソース。おいしい。うん、うまっ。ベーグル硬いよ、うん、でも噛み応えのあるパンが好き。ドイツパンとかベーグルとか。牛乳入れる？入れない。ブラック？大人？美味しいな。どこで買ったっけ？エース、竹のエース。うん、ちゃうちゃう。ジュピター、ジュピターっていうとこでコーヒー量り売りで買った。マカロンも入ってます、美味しい。うん、あ、これに取り分けようか。野菜とかと、どうやろ。ソーセージ、はい、うま？美味しい。やった、嬉しい。出ました。初めてだな、この島でピクニックするの。オリーブ、うん、オリーブ、うまっ。こうです、うまい。カイコが動画撮りに来てるのが多いな。コーヒーがちょっと久しぶりに美味しいの飲んだ。あ、ケチャップ。お腹膨れそう、1個で。結構ボリュームあるな。アリンコが寄ってきよる。アリンコ。まあ急いだわけじゃないからゆっくり食べましょう。ね。一旦切っとくわ。南のカフェオレ、ごちそうさまでした。美味しかった。あとはコーヒーをゆるりと飲んでチルタイムと行きましょうか。距離で撮って。